サブリナとは、米国の漫画家、ニック・ドルナソによる、グラフィックノベル。作中では、サブリナという女性が殺された事件をめぐって様々な陰謀論が生み出され、それらが遺族の生活を損なっていく。フェイクニュースが蔓延する現代を新たな表現技法で、描いた作品として批評家から絶賛され、グラフィックノベルとして、初めてブッカー賞の一次候補作に選ばれた。 2018年5月にカナダのドローンクォーターリーから観光され、2019年10月には藤井光の翻訳による日本語版が出た。シカゴでサブリナという女性が職場から家に戻る途中で消息を絶つ。恋人テディは振動で神経衰弱に陥り、コロラド州の隔離された空軍基地に勤務する幼なじみカルビンを訪ねる。 妻子と別居中のカルビンは自宅にテディを住まわせて面倒を見る。テディは憔悴しきっており、ツ日の大部分を下着姿でベッドに横たわって過ごす。数週間が経った頃、サブリナが殺害されるところを収めたビデオテープが各地の通信社に送付されてくる。差し出しヒトティミーの家からは、サブリナと共にティミーの遺体も見つかり、多くの謎が残される。 事件はニュース専門局で絶え間なく取り上げられ動画インターネットに流出して急速に広まる。その中で陰謀説が立ち上がってくる。サブリナの殺害は社会に不安を喚起するために仕組まれた偽旗作戦であり、サブリナの妹サンドラ、テディ、そしてテディをかくまうカルビンは雇われた役者なのだという。彼らは真実を求める。 一般人の集団に付きまとわれ、ネットに動画をさらされ、脅迫を受ける。テディは部屋にこもり、事件の公式発表に疑義を唱えるラジオ番組を取りつかれたように聞き続ける。カルビンはテディと外界の間で消耗していく。サンドラは、瞑想やコミュニティ活動を通じて、平成を取り戻そうとする。やがて別の州で、新しい無差別殺人事件が発生し、 メディアやネットの注目はそちらに移っていく。三人の主人公はそれぞれ事件の余波を引きずりながら新しい生活を送り始める。ドルナソは2014年の後半に本作の着想を得た。創作動機の一つとなったのは交際していた女性が誘拐されて二度と会えなくなるのではないかというパラノイヤ的な不安である。その頃女性との関係が深まるにつれて依存心と同時に 彼女を失うことを恐れる気持ちが強まっていったのだという。そのような経験は初めてであり、ドルナソは作品化を通じて心の中を整理しようと考えた。不安の背景には当時の世相もあった。アメリカ国内で起こったサンディフック小学校銃乱射事件のような惨劇やパリ同時多発テロ事件をはじめとする国際テロ事件などの殺伐としたニュースは本作に 影響を与えた。イスラム国進派は、地元シカゴでも活動していた。ドルナソの言う、何かが奪い去られ、失われつつあるという子供じみた、恐怖感は、作中の事件の被害者たちだけではなく、加害者や、陰謀論者にも共有されている。コロラド州のピーターソン空軍基地。もう一つのヒントは、カルビンのモデルでもある、空軍兵士の幼馴染みだった。 その人物はコロラドのピーターソン空軍基地に勤務しており、都会の喧騒とは距離を置いて暮らしていた。ドルナソは長年にわたって自分に何かが起きたら友人のところに身を寄せようという考えを抱いており、その無双が恋人を失うイメージと結びついた。本作の構想中には取材のためコロラドスプリングスの友人を訪れた。基地の見学は叶わなかったが、サムザムとした。 土地柄は作風にあっており、本作の背景として、テーマ的にも、視覚的にも公的だったという。ドルナソは、結末を決めないまま、恋人に失踪されたテディが、コロラドで、カルビンと車に乗るシーンから描き始めた。2015年初頭のことだった。それ以来、グロサリーストアに勤める本業のから、スクリプトと同時並行で週に2から3ページずつ描いていった。 サブリナは2017年の春に一応の完成を見たが、ドルナソはその出来に失望していた。自身の個人的な不安に基づく、全くポジティブなところのない作品は読者に悪い、影響しか与えないと思われた。何の罪もないサブリナが無造作に殺害される場面は、特に陰惨な印象を与えた。自ら作り出したキャラクターを物語のために殺すのは、 誰かの苦しみや不幸を搾取しているように感じられた。自身もかつて熱中していたスナッフ動画のようなものを世に出すことに意味があるとは思えず描き始めたことを後悔した。感情的な消耗も大きかった。数年がかりで自身の心理を掘り返す行為はパンドラの箱に近く期待したように不安を解消するどころか精神状態を悪化させた。ドルナソは 自己嫌悪や恋人との関係に関する不安、過去に受けた性暴力のトラウマに直面した。葛藤は1ヶ月余り続き、一時は出版社に観光取り消しを申し出たほどだった。やがて時間とともにセラピーや周囲からのサポートを受けて精神的な安定を取り戻していった。自作に対する見方を新たにしたドルナソは、原稿に30ページほどの過筆。 中性を加えて観光しようと決めた。殺害シーンは間接的な描写に差し替えられた。作品冒頭で生前のサブリナが浮かべていた安心しきった表情には危険を予期した鹿のようなニュアンスが加えられた。サブリナの妹で初行ではほとんど無視されていたサンドラの役割も拡大された。サンドラが友人との交流などを通じて事件を乗り越えようとするパートは ストーリーの息抜きとなるものだった。2017年末に脱稿した最終型は初行と根本的に異なっていたわけではなく、実際の変更点よりも私の心の変化の問題が大きかったという。最後に描かれたのは、世評仕様の特別なガラス絵だった。本編とは全く異なる明るいカラーパレットで、描かれた花々と密に茂った葉の絵はドルナソにとって、 気持ちの区切りとなった。2019年頃の取材には、本作について、もう見たくない、描くんじゃなかったと答えている。本書が刊行された2010年代のアメリカでは、ピザゲートやオバマ大統領の出自をめぐる論説など、多くの陰謀論が、現実に生まれ、ネットや、姿勢の論者のみならず主流マスコミに取り上げられていた。9.11テロ事件が、 政府による偽旗作戦だという陰謀説は作品にさりげなく取り入れられている。サンディフック小学校などで起きた銃乱射事件では、作中の殺人事件と同じように銃規制推進派が仕組んだお芝居だという陰謀説が唱えられた。やらせの共謀者だと非難された遺族が自殺した例さえある。これらの風説をルフしていた右派陰謀論者アレックス・ジョーンズは、 複数のレビュアーによって、作中で、延々と、陰謀説を解き続ける、ラジオパーソナリティのモデルと目されている。2014年に、カリフォルニア州サンタバーバラ付近で起きた、銃乱射事件は殺害犯の人物像についての、ヒントになった。ドルナソはこの事件で犯行前に記録された、声明動画を視聴し、作中のティミーを、同様のミソジニストに設定した。 初版は2018年5月に米国とカナダで刊行された。版元は野心的なグラフィックノベル作品の出版社として知られるカナダのドローンクォーターリーである。同年7月にブッカー賞最終選考に入ったことが報じられると売れ行きが伸び3回目の増刷が決定した。英国では2018年6月にグランタから刊行された。海外での判権は ココニーノプレス、銀行プレス、サラマンドラ、プレスクルネラによって取得された。日本ではブッカー賞のノミネートを機に早川書房が判権を取得し、2019年10月に藤井光の翻訳で刊行された。同年12月に発行されたザ・ベスト漫画2020この漫画を読め、で年間ランキングの第18位に挙げられ、 テレビやラジオで広く紹介されるなど大きな反響を呼んだ。本書は現代社会に蔓延するフェイクニュースの風潮を論じたものと受け取られた。作者が直接意図していたわけではないが、トランプ政権下での真実軽視やニヒリズムの風潮、あるいは社会やネットの受け替えの継承を読み取る表者も多い。ストーリーの中心には架空の殺人事件があるが、 焦点が当てられているのは殺人そのものではなく、そこから生じた陰謀説の影響である。主人公カルビンが陰謀に加担していると信じたネットユーザーたちは、ソーシャルメディアでの議論をエスカレートさせ、カルビンの身内の住所を特定して脅迫メールを送る。遺族の一人手にも、また陰謀説に引き込まれていく。この展開により、事件を消費する。 ネットユーザーに対する善良な被害者という図式は崩される。ネットやマスメディアの描写は白心性に満ちており、そこには危険な風雪を送り出す側の心理も現れている。本作には現代人の生がテレビ中継やビデオチャットのような電子デバイスを通じて伝えられ解釈される様子が描かれている。作者によるとテディがテレビではなくラジオを使って 陰謀論を聞き続けるのは実体のない声が生活に浸透していることを強調するためだという。人物は現実のシーンにおいてこれ以上ないほど簡素な線で描かれるが唯一ニュースやオンラインの映像でのみ、あたかも本当の生がそこにしかないかのように目鼻立ちがくっきりと表現される。エヴァンナルシスによると本作では遠慮がちな微笑みやハグは交わされるが、 全力の包容や釣り込まれるような笑いはそこにない。それはフェイクニュースが蔓延する時代にあって登場人物たちが自分自身の感情を信じられなくなったかのようである。その一方でコンピュータスクリーンの中では感情が荒れ狂っている。ドルナソは攻撃的で不協和な顔のない人々の声によって登場人物たちを洗い流してしまいたかったと述べている。 静かでおとなしい登場人物たちは一般的な犯罪ドラマに登場するアメリカ人のイメージとはかけ離れており中西部の地域性と結びつけられることもある。現代中西部アメリカにおけるある種の潜伏さを皮肉に眺める視点が存在するという指摘もある。カルビンの深みに欠ける発言やサンドラが参加したオーブンマイクの会で語り合われる凡庸な体験談に それが伺える。しかし同時に、そこには平凡で垢抜けない彼らへの人間的共感がある。サブリナはテーマにあった独特なスタイルで描かれている。単純化された人物と幾何学的な背景、四角く区切られた画一的な小回りで特徴づけられるスタイルは現代社会を舞台にしていながら異世界的な印象を与えるとされた。正確に計算された簡素な構図は、 ハウツーマニュアルか、避難系ロズを参考にしたようだと言われた。前作、ベイバリーでは、パステルカラーも用いられたが、本作では内容に合わせて茶色、緑、灰色のような、淡く沈んだ、カラーパレットが選ばれた。塗りは平坦で、陰影やハッチングは見られない。横をただりは、気分が重くなる薄暗い色彩の不可解さに、翻弄されてしまった、この色彩感覚は、 素晴らしいと評した。アメリカ空軍の戦闘服。作者は、基地のありきたりなオフィス空間に戦闘服の人物が行き来する対比を気に入っていた。登場人物は、最小限の線で、すっきりと描かれるが、黒穴のような目は質感に欠けており、体型は積み木を重ねたかのようである。外見的に、無個性なキャラクターは互いに区別しづらく、特に全員が、 戦闘服と戦闘帽を着用している軍事基地のシーンではそれが顕著である。一見すると単純すぎる印象を受けるが、ドルナソが成功に組み上げた人物画には現実の人間の存在感がある。緊迫したあるいは悲痛な状況においても彼らは微笑みのような複雑な表情を浮かべている。表情は口や眉のちょっとした傾きによって印象が大きく変わるため、 多大な注意を払って線を引いているという。江戸パックの表によると、一見すると際立ったところのない単純なキャラクターデザインがどういうわけか、彼らの恐るべき苦痛を一段と深めている。翻訳家のコーノスユキコは性別を表すアイコンすら排除された能面のような登場人物を女性の胸などを強調する日本の漫画からすると、本作の絵柄はむしろ得意に映ると表し、 本作を精質な爆弾と呼んだ。四角いコマを格子状に整然と並べたコマ割りが前編で採用されている。コマの数はページあたり2コマから24コマで、コマの大きさによって語りにアクセントがつけられる。たくさんの細かいコマに吹き出しが詰め込まれたページも多い。このレイアウトは日本やアメリカの一般的な漫画とは異なるもので単調で窮屈な印象も受ける。 だが、原正とは、画一的なコマの並びが、YouTube や Twitter、Google 画像検索などの画面を連想させ、妙な迫真性を帯びると述べている。またこのコマ割りは、人物やシーンが変化する途中の曖昧な瞬間を、効果的に切り取ることができるとも評されている。ドルナソの作風に、最も大きい影響を与えたのは、コロンビアカレッジ主カゴで支持した漫画家、イワン・ブルネッティである。 同じく、シカゴ在住で、交友もある、オルタナティブコミック作家、クリスウェアからの影響も指摘されるが、レイアウトや、感情表現における抑制はウェアにはない特徴である。大学以前にはコミックにそれほど親しんでいたわけでは、なく、影響としてはむしろテレビや映画の方が大きいという、オルタナティブコミック作家、クリスウェアは、本作の周到な構成を高く評価した。 明らさまなプロットは展開されず、静かで不穏なシーンは続けて提示されるのみで、読者はそれらを繋ぎ合わせて一つの物語を組み上げなければならない。ウェアは、この構成について、現実世界の不透明さや、自己存在から目を逸らすため犯罪報道に熱中する、心理を連想させると述べている。モノローグやナレーションは徹底して避けられており、登場人物の内面をうかがい知ることはできない。 主人公たちや背景の人物がいつ突発的な暴力に傾くか予想できず緊迫感は高まる。そして物語中には情報の欠落や矛盾があり、読者はサブリナが辿った運命について憶測を働かせるよう誘導される。ウェアはこれを読者を作中の陰謀論者たちと同罪にする仕掛けと呼んだ。国立9.11博物館内部。 鉄骨のモニュメントは作中のニュース映像で用いられている。登場人物の感情表現は強く抑制され、クリシェやセンセーショナリズムに陥ることは避けられている。作者、ドルナソは激しい感情を描写が本作にはふさわしくないと考えていた。登場人物の顔からは感情がわずかにかいま見えるのみで例外的に感情が高まるシーンでも、 クローズアップは用いられず、髪が顔を隠したり、視点が遠ざかったりする。しかしこれらの抑えた演出は、むしろ苦しみの深さや、それを表出することの難しさを感じさせ、読者の共感を引き出すことに成功している。冒頭からサンドラが男性につきまとわれた体験を語っているように、本作は暴力の気配に満ちている。しかしそれは、 あからさまな視覚的描写によらずに表現される。残虐な行為はコマの外で行われ、動画を視聴した人物の反応やウェブブラウザのサイドバーを通じて間接的に示される。もしくは暴力の予期が高められるだけで実際には起こらずに終わる。ニュースでは9.11テロ記念日の追悼者が淡々と報じられ、殺害現場の描写では盛り上がった毛布と、 静かに赤く染まったバスタブの水が不条理な暴力への恐怖を呼び起こしている。基地のシーンにさりげなく置かれた監視カメラやカルビンの住居が数ヶ月前に妻子が出ていったまま片付けられていない描写のように背景がストーリーテリングの手段として効果的に用いられている。ここでも余計なものは削ぎ落とされている。例えばガソリンスタンドのシーンでは 主人公の車以外に数台の車が止まっているのが自然だが本作ではあえて一台も描かれていない。その一方で舞台となる郊外の情景には周辺の街並みや調度品の細部に至るまで私的な視線が働いている。サブリナは作者ドルナソにとって現代の断片を捉えた短編集ベーバリーに続く第二作にあたる。ベーバリーの辞典で受賞と 大きな注目を得ていたドルナソだったが本作でさらなる飛躍を見せたと評価された。漫画家エイドリアンとミネはコミックの不可解な力を最大限に味わわせてくれると述べた。作家ゼエディ・スミスは形式を問わず私たちの言響について読んだ本の中で最高の一冊と評した。エドパクはニューヨークタイムズ誌への寄稿で本書を、 衝撃的な芸術作品と呼んだ。GQ 氏は、デマ、パラノイア、虚偽報道が蔓延する我々の時代を扱った、最初の傑作と断じた。クリスウェアも、ガーディアン紙のレビューで本作がそれらの問題に、鋭い洞察によって霊源な分析を下していると、述べた。バンドで死ネ研究者、原正とは、ソーシャルメディアの描写は、日本の漫画にも、決して少なくないと思うが、 サブリナほどその怖さを描いた漫画は今のところ見たことがないと述べている。ザニューヨーカー氏はサブリナの地味さ、緩慢さがネットで加熱する消費的文化に対するアンチテーゼだと評した。小野正次は本作から感じられるものを現代という時代をくまなく覆い尽くす暴爆たる喪失感と表現した。NPR は本作を 単なるキャラクター描写をはるかに超えたものとみなし、物語が進むにつれて、ますます引き込まれ、心を揺さぶられるとした。ブログメディアイオ Q は、生々しく記録された感情のカタログであり、どうすぎた、社会政治的議論によって押しつぶされ、悲惨さの中に沈黙させられた人生を垣間見ることが、できると総括した。ロサンゼルスレビューオブブックス氏は、 感情表現が抑えられていながらも意外性があり、今日的で人間性に富んだ作品だと結論した。2018年、サブリナは英国の権威ある文学賞であるブッカー賞のロングリストにグラフィックノベルとして初めて載せられ、1992年にピューリッツァー特別賞を獲得したマウス以来の事件と騒がれた。 かつてブッカー賞の選考委員はグラフィックノベルという言葉を拒絶してコミックブックと呼び文学より低いものだという姿勢を示したことがある。しかし2018年の選考委員バル・マクダーミドはグラフィックノベルが物語創作において中核を占めるようになってきたと述べた。作家ジョアン・ハリスをはじめとして多くの文学関係者は本作のノミネートを歓迎したが批判もあった。 同賞の選考委員だったサムリースはファイナンシャルタイムズへの寄稿でノーベル文学賞を授与された歌手ボブ・ディランの例を引きつつ本作がいかに優れていても長編小説を対象とするブッカー賞へのエントリーはカテゴリー違いだと書いた作者ドルナソ自身はノミネートとそれに伴う注目を喜ばなかった元来ドルナソは内向的な性格であり プロの漫画家としての成功を強く望むというよりも、ヘンリー・ダーガーのようなアウトサイダーアーティストに自分を寄していた。当時のインタビューでは、狭いオルタナティブコミック界で、細々と活動していたのが一転して、コミックメディアを代表する立場に立たされた戸惑いを述べている。また本作に、個人的な側面が出すぎているということもあった。2019年4月、RT、 フィーチャーズとリージェンシーエンタープライズによる映画化の計画が報じられた。ドリュー・ゴダードが脚本とプロデュースを務め、場合によっては監督も行う。ありがとうございます。